皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。 F1 グランプリの時間がやってまいりました。ということで、先ほどですね、レッドブルのクリスチャン・ホーナー代表が正式に角田裕毅を大絶賛した件についてという動画を公開いたしました。角田裕毅選手、来年2024年さらにレッドブルに近づくことができるよう頑張ってください。応援しています。ということで、今回の動画はレッドブルの話ではなく、私も大好きなフェラーリについてのお話なんですが、今日のお昼頃にですね、最新のニュースとして入ってまいりました。これでまたサインツはルクレールに対して嫉妬心メラメラみたいな感じ、そしてさらにはフェラーリに対してなんでやねんとブチギレの文句を言うかもしれません。それがこちら、ルクレール驚きの長期 F1 契約に合意との報道。一方のサインツは友人ノリスが障害で交渉難航かということなんですけども、いや、すごいニュースが入ってきましたね。ルクレール、これ報道が事実だとすると、あのミハエル・シューマッハと並ぶ記録を持つんですね。そのあたり詳しく見ていきたいと思います。シャルル・ルクレールはスクーデリア・フェラーリとの間で2029年までの5年という驚きの長期契約延長に合意した。最終年まで契約を全うした場合、長期的なコミットメントへの見返りとして年俸は約5000万ユーロ、80億円に跳ね上がる見通しだという。素晴らしい、ルクレール、さすがでございます。何が羨ましいかって、年俸80億円じゃありません。ラフェラーリの後継、フェラーリの限定車など欲しいって言ったらいつでも買えるという、この素晴らしい条件が一番羨ましいです。ちなみに F1 ドライバーっていうのはラフェラーリとかエンツォフェラーリ、 F50、F40 とか欲しいって言ったらすぐに買えるんですよ。世界トップクラスのトップカスタマーというべき扱いなんでしょうね。マラネッロの伝説的チーム、スクーデリア・フェラーリ、ルクレールとの間で交わしている現行の契約もまた5年という異例の長さ。これはザウバーから移籍した初年度、2019年シーズンの終わりに結ばれたもので、来年の2024年末に満了を迎えます。来年末に満了を迎えるのに、もう1年以上前に契約更新延長の合意というニュースが出てくるなんて、すごいですよね。この5年という長期契約というのは F1 の世界ではかなり珍しくてですね、通常は長くても3年とか2年で契約更新をしていくというのが常であります。フェルスタッペンのようになるとまた異次元の契約になってくるんですけども、長期契約というのは結構なもろはの剣なんですね。なぜかと言いますと、自分が絶頂期の時に F1 以外でのキャリアに進むことができません。もちろん F1 というのはフォーミュラ1、世界最高峰のレースなんですけども、例えばルマン24時間に行ってみたいとか、耐久も行ってみたいねとか、いろんな経験をしてみたいなっていうドライバーにとってはかなり危険な契約になります。そう、行けなくなるんですからね。もちろん契約を破棄していくことはできますが、その場合は違約金なんかが必要になってきたりします。こういった長期契約の背景には、やはりフレデリック・バスールの影響もあるんじゃないかと思います。今年フレデリック・バスールがチーム代表に就任しましたけども、このバスールというのはルクレールのかつての上司なんですね。というとやっぱりルクレールの過去をいろいろ知っているということで、やはり長期契約をしてルクレールを F1 のチャンピオンさせたいという気持ちがあるんでしょう。しかし F1 は2026年以降新たに様変わりすることになります。例えばアウディとホンダが新たに参入する2026年より、次世代シャシーとパワーユニットを導入します。勢力図が一変して、フェラーリがもし優勝争いの蚊帳の外に置かれたとしても、ルクレールは32歳を迎えるシーズンの終わりまでフェラーリというチームを変えることができません。仮にこの間にルイス・ハミルトンやフェルナンド・アロンソの引退に伴い、メルセデスやアストン・マーティン・ホンダのシートが空いたとしても、ルクレールはずっとフェラーリに留まり続けなければならなくなります。もちろん私フェラーリ大好きですので、フェラーリが優勝争いから外れるということはないとは思うんですけども、何が起こるかわからないのが F1 の世界です。記事によるとですね、おそらくはこうした事態を念頭に入れてのことだろうが、3年後、つまり新規定導入の2年後にあたる2027年のパフォーマンスに応じた解除条項が設けられる可能性もあるということだそうですね。まあ、そういった解除条項がないと、ルクレールも OK 契約するぜって言ってサラサラリンと契約はしないですよね。そしてここからがすごいんです。報道が事実とすれば、ルクレールのマラネッロでの在籍は11シーズンに達します。これは1996年から2006年にわたってフェラーリでステアリングを握ったミハエル・シューマッハに匹敵します。いや、もう私ミハエル・シューマッハに憧れてフェラーリ買ったぐらいなんで、本当にね、シューマッハに匹敵するルクレール、これはもう伝説に残りますよね。しかしそこで出てきます、両手を挙げて喜べないのが、カルロス・サインツ。サインツも同じく来年末で契約が切れちゃいます。報道によると、両者の契約交渉はルクレールとはかなり異なり、
また道半ばでサインズが26年まで最低2年の契約更新を望んでいる一方、フェラーリは1年の延長を希望しているという、恐ろしいです。サインズも2年契約してあげてください。本当にもうサインズ今年はいろいろあったんですから、本当にお願いします。というのも契約年数を1年に抑えたいとするフェラーリの思惑の背景には、サインズと親密な関係にあるノリスの存在があるようなんですね。ちなみにノリスもマクラーレンとの契約は2025年末で満了を迎えます。もちろんマクラーレン自身もノリスを手放そうとする気はないとは思うんですけども、わからないんですよね。ノリスっていろいろ言われてます。レッドブルへ移籍あるんじゃないかとか、メルセデスじゃないかとかいろいろ言われてるんですけども、その時のハミルトンであったりとかペレスであったりとか、まあそういったところの兼ね合いがあるんで何とも言えないんですよね。もちろんピアストリはもうその頃新人ではないので、ノリスに匹敵するパワー力を持っていると思うんですけども、ノリスは果たしてその時どうなるのかというところなんですよね。サインツ側の選択肢としては、ノリスの後任としてのマクラーレン復帰、もしくは新規参戦のアウディ・ザウバー、またはレッドブルへの移籍が含まれるということで、この最後のレッドブルへの移籍っていうのはどうなのというところなんですよね。レッドブル移籍あります？レッドブルはね、やっぱり角田裕毅とか、まあ、リカルドとか、まあ、そういったのが候補ではないのかと言われてますけどね。もしくはアロンソとか、まあ、そこは分かりませんけども、果たしてどうなるのかというところなんですよ。でもサインツもね、かなり一生懸命頑張っててさ、セカンドドライバーとしてすごい頑張って、ルクレールのサポートに徹して、自分自身はいろいろあってラスベガスではマンホール事件に巻き込まれ理不尽なペナルティを受けるし、いや本当かわいそうですよ。せめて2年契約してあげてほしいですよね。そうするともしかすると26年からねアウディに行くかもしれませんし、まあ、そういった噂も出てますからね。もしかすると26年にアウディに行くのが決まってるから、せめて2年契約してくれって思ってるのかもしれない。逆にね、26年から決まってて1年契約されて、その次の1年契約、他のチームで1年契約だけしてアウディに行ってもいいよみたいな、そんな優しいチームないと思うんで、僕は心の中ではもうこれ26年からもしかするとアウディに行くっていうことはもう裏で水面下で決まっているのかもしれない。だからこそ26年まで最低2年の契約更新を望んでいるのかもしれませんね。さあ、ということでこれはね、まだ正式な決定ではない記事なんですけども、かなり信憑性の高い記事となっております。もしかしてサインツがブチ切れて、じゃあ1年でいいわみたいな感じになるかもしれませんし、フェラーリが折れて2年契約しましょうとなるかもしれませんし、そこは分かりませんけども、サインツかなりいいドライバーだと思いますけどね。チームオーダーにもねすぐに従いますからね。いや本当かわいそうだと思いますよ。本当にね、もうサインツ自身も希望する契約で取ってほしいっていうのが私の気持ちでもあります。頑張ってカルロス・サインツ、俺は応援することしかできないけど心から応援している。サインツ頑張ってくれ。今年本当にいろいろあったサインツ、なんとかフェラーリさん契約してあげてほしいです。ルクレールとサインツって結構いいコンビだと思いますけどね、本当ね。はい、ということでまた最新情報いろいろありましたら F1 ニュース随時更新していきたいと思います。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。